ち富士の裏場が、今日はカメラ目線だね。そうですね。あ、これちょっと無理、気持ちが悪い。やめときましょうじゃあ。すいません。あ、まみちゃんが今日は、はい、あ、この間来なかったでしょ。はい、ごめんなさい、お休みしちゃいました。はい、はい、どこ行ったの。ですね、1週間ちょっと旅行に行きました。それだけ、はい、どこに行ったの。長いな。いいよ、1日かかる。いやこれ終わっちゃうよ、1日か。愛知県から始まって、うん、岐阜県で三重県伊勢志摩とか行って、うん、それで静岡、うん、行って、はい、で1週間1週間旅して、はい、へー、ワンちゃんと車の旅を。楽しかった。楽しかったです。いい、ね、寒かったですけど。あ、そうなんだ。そうです。でもね、車に寝袋とかこう積んで、ワンちゃん泊まれるホテル1箇所しか取ってなかったので、その間こうずっとこう観光して、夜は外っていうか車の中で、へー、はい、寝袋で寝た。寝袋で2人で。あったかいですよ。でも寝袋今のは。今度お店に置こう。酔っ払ってした寝袋で寝るみたいな。そうです。道の駅とかに猫行って。そうなんですね。そうです。なのでちょっと今日お土産を買ってきました。何赤、ありがとうございます。見ていいの。はい、なんだろう。わ、なんだろう。それなんです。あー、はい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 、ますか。ちょっとママが和服がね、はい、好きなので。そうですね、はい、ちょっと合うお茶菓子をいただくときにね、とか、あとこう、うん、折り方がすべてこうつけてくださって、はい、そうなんだ。わ、 すごいありがとうございます。はい、その説明がいただきます。忘れちゃった。なんだっけ、じゃあ手帳見て。ね、几帳面だよね、そういうところね。そうなんですね。あ、本当だ。郡上八幡。うんうんうん。私のなんか顔に似てる子で。と思って。そうやっぱりな。そうだな。可愛いなと思って。さあ、ありがとうございます。買ってきちゃいました、ね。いや、これ使わせていただきますが、新しいお店で。そうですね。あと筆ペンと一緒になってるので。はい、これ置くところがないか、そこに置いててもらっていいですか。はいはい、了解しました。すみません。あ、じゃあこれを説明しないとね。はい、このオゾンをここはマスク着用なしでできるように、商品名がね、トレイルでオゾンが出てるので、まあマスクなしでということで、はい、でさっきね、換気もここ窓開くんですよ、こっち側、はい、で窓を開けて換気もしてもらって、で体温は 35.3 度ですね。低いですよ、ね、低いよね。私も 35.7 度だったんですけどね。いつも低いんですけど、低いですよ、ね、でも今飲んじゃったから高いよね、ちょっと高いかもしれない。血圧も上がってるかもしれない。やばい、それは低いんです。血圧も低いんですけど、はい、そうなんだ。上がってるかもしれないですね。そうですか、はい、で今日はワイン、そうです、次のゲストさんのために。そうなんですよね。ワイン何でしたっけ。私がチョイスしてきたんです、はい、楽しいワイン。なるほど。もう忘れた、あれなんだっけ。古希で、そうです、これがね、眠らせた闇で作られているこれ、これそうがね、そう、昔のね、なんだっけ、密造じゃない、お酒禁止の時に隠れて飲んだ手法でっていう感じだったよね、はい、そうです。 闇のやつって書いてありました。そう、手書きで。まさにロックっていう、なんか私の勝手な想像で。あ、そうです でこっちがね、安藤酒店のところにおじさんのね、はい、手書きで書いてて、夜な夜などっちも闇でどっちも闇で作られてるワインです。そうですよね。どっちから行きましょうかね、今日ね。ゲストさんに。そうですね、今日素晴らしいゲストさんです。そうなんですよね、今日は。あ、忘れてました、一つ。何、今のうちですよね。あれです、
最後に泊まったペンションがワンちゃんと一緒に泊まれる、うん、モルゲンさんってちっちゃい頃に、うん、ジュノがまだワンちゃんがちっちゃい頃に行ったところに9年ぶりにね行ったん、そうなんだ、そうなんですよ。で、あの同じワンちゃん看板犬として黒ラブちゃんがいるのね、はい、今3代目でスズちゃんっていう、行きたいな。そう、すあのお料理すごいです。あ、またねそこだもんね。そうです。ワンちゃんのお料理もあるの？ワンちゃんにも朝こうついてて、いいですね、はい、一緒に食べれるので、はい、あとお風呂めっちゃいいです、ね、はい、じゃあ連れてってください、はい、あのもう一人で、あー、あーいいじゃない。お風呂あの温度はちょっと高めなんですけど、うん、ずっと入ってたよ、すっごいお湯をよくって、うん、あ、いいね。フィリピンに行った時一緒にシャワー浴びたもんね。そうですね、お風呂のあれがないのでお互いなんか後ろ向いてこうやって、そうこそこそね、こそこそあの後ろ向いて洗いたいところを洗うっていうね本当それに比べたらもう 見ないでね見ないでねって見てるでしょ。そうそうそう、そうです。そんなわけでね、じゃあそこをね今度私を連れてってくれるってことで一緒に行きましょう。すごくいいところなので、はい、了解しました。本当に楽しい ね、 ね、よかったです。よかったです。はい、じゃあ次 の、 あの、はい、ゲストさん呼びますか。そうですね、そろそろ、ね、あの今日ご予約を、はい、ご予約予約制受けたまりましたみたいな、やったゲストさんをね、じゃあ今日はそろそろ来ますかね、はい、はい、いらっしゃってくれるかな。いらっしゃいませ。いらっしゃいませこれやった方がいいのかな。 お、 お二人じゃないんですか。一人ですね。あ、そうなんですね。遅刻今日は一人。一人ですか。そうなんですね。了解いたしました。ともひろさんです。はい、どうも、ともひろですですね、私結構長いですよね。そうですね、十何年前かな。もっと前、あ、十何年前ですね。十何年前ですね。知らないうちに知らないうちにって、私のね、あ、生き証人綺麗だった頃知ってるっていう。今でも綺麗ですよ。いや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 、ちょっとさ本当にさいつもねベロベロに酔っ払って言ってたんですね。酔ってるとこしか見たことない。あ、じゃあ出会いもベロベロの時に、はい、そうなんです。どこでどちらで、どあの地下のお店何でしたっけ。ヘブンですか。え、最初はガクちゃんですよ。ガクちゃん、ああ、どこでしたっけ。もうそれも覚えてないぐらいベロベロ。もう、もう、なくなっちゃったんだよねそのお店ね。うん、そうなんです。うん、でと友人さんと、あ、バンドだ、バンドだったんですよ。そうです、当時やってたクラウドナンバーで、そうですね。え、その前からじゃない。違う、結成した時ぐらいに初めてお会いして、うん、そうですよね。それからですね、今活動休止中のバンドなんですけど。軽く自己紹介をお願いします。お願いします。クラウドナンバーナイン畑バンド、六本木バーハウス、ベース弾いてますともひろと言います。よろしくお願いします。で、なんで、あ、さ、すごく聞きたかったんですけど、なんで畑バンド。そうですよ、 そのきっかけを知らなかった。もともとその六本木のバーハウスっていう店でベース弾いてたんですけど、はい、その時に、まあ、遊びに来てた畑さん、あ、その時に遊びに来てたんですね。遊びに来てて、たまにセッションとかで一緒に演奏してる時に、それちょっとずつ話すようになったぐらいの時に、あ、で当時畑さんが、はい、あのシャランキューのリーダーだったんですけど、まあ、今でもシャランキューあるんですけど、はい、それで一時期あのツンクさんが歌わなくなった、うん、はい、時に自分のバンドをちょっと作り始めて、そのメンバーとしてメンバーを探してたんですよね、畑さん。ある日急に本当電話かかってきて、ともひろ新しいバンド作ろうと思うんやけどとかって、俺世間話かと思って、うん、あ、いいじゃないですか、うん、なんか内容よく聞くと、あのうちのバンドでベース弾いてくれへんかみたいな。うーん、そういうことです。あ、じゃあでもまだ他に候補もいるから、うん、ちょっと最終的な決定は待ってくれって言われてて、でおとなしく待ってたら急にある日電話かかってきて、深夜2時にどこどこのスタジオに来てくれって言われて、行ったらそれがもうプロモーションビデオの撮影日だった。そうだったんですね。いきなり。いきなりでした。あの、今から流れる？
あ、いい振りですね、はい、そうです。そんな感じですか。その間に私たちはこの飲み物を飲んじゃいますね。いいす飲みましょう。あれ説明しながらかな、はい、流してもらって畑バンドさんのねプロモーションビデオ、はい、お願いします、はい、流れるかな。流れますかね。あ、残っちゃいますよね、耳にね。さすがですよ。さすがですよ、ね。日本のソングライター、うん。日本が誇る屈指のソングライター。そうですよね、はい。これ開けてもらいながら渡す、はい。すいません。はい、聞きながら。じゃあちょっと。ていただきます。ちょっとね、次慣れてないんです、いつも小林さんがやるので。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。あ、まあまあ、では。お飲みしないんですか、2人。いや、私たちも飲みますけど。行きましょう。はい。今ね、ちょっとマイク。あ、じゃあ、ナミちゃんについてもらおうかな。はい、いい音。カンってなっちゃう。ごめんなさい、すいません。耳。ごめんなさい、すいません。私、ちょうどこう耳外せた。すごい音しましたね、今ね。あ、ごめんなさいね、すいません。マイク。ちょっと失礼だから。もう、コロナのおかげか、はい。なんか、畑バンドもやっぱちょっと今、お休み中なんですけど。あ、そうですか。はい、ね、音楽の業界やっぱり今ちょっと難しい。ライブは特に厳しいですね。制限されちゃいますもんね。どうしても。そうですね。最初にやっぱクラスターが発生した、でニュースになったのがやっぱライブハウスだったんです。ライブ、そうですよね。でも私たちも厳しいですよ。飲食店もで夜の街特に。はい、うん、もうひどいですよね、夜の街関連。そうですよ。昼の街関連のが多いっていうの。ですよ、だって。だって家からね、いきなりお店に来る人いないですもんね。どっち？え、こっちでしょ。あ、そうですね、はい、今日はね、ウォッカも持ってきてたんですよ。ロックといえばウォッカみたいな、私の勝手な想像で。しかもワイングラス割っちゃいまして。はい、すいません。すいません、手弱。手弱が嫁に。行きます、行きます、いつでも行きます。いただきます。すいません、じゃあもう再開を祝して。再開をいいですね。おいしい。闇のお酒。あ、おいしいこれ。
え、なんだっけな、なんかの樽で熟成させたって書いてあった、ね、バーボン、バーボンの、そうだ、はい、そう、バーボンの樽で、こっちでしたっけ、そう、こっちよなんかのまだ始まったばっかっすよそう、お酒禁止令が出てる時にか裏で作ってたんだって、そうらしいです、うん、それをどこから、闇のルール安藤酒店っていうね、う、闇の千葉で安い、あの酒屋さんがあるんですよ、一番そこのね、いや、 おじちゃんとおばちゃんがいるんですけど、結構高齢なんですけど、平気であのビール瓶の何ケース軽く持っちゃうのね、私よりすごいの、結構重いですよあれ、だからす、ね、すごいな酒屋さんって思った、うんうん、鍛えないと酒も飲めないと、そうですよ、健康であるといい、はい、ね、これバ、バ、私も持ってるこの T シャツ欲しいバウハウスのです、これ、まあ、パッと見た感じ、その僕がもうやってるライブハウス出演してるバウハウスっていうとこなんですけど、そうそうそう、これジャック・ダニエルの、うん、あー、そうなんだよね、言われれば、はいはい、そうなんですよ、でもこれ一応さ、まあスタートはいわゆるモグリっていうんですか、うん、認証取ってなかったんですけど、後々ちゃんとジャックの会社の人が来て、はい、面白がって、あ、そうなんだ、許してくれたらしいですよ、へー、一応大丈夫、大丈夫だね、一応大丈夫、隠さなくてもいい、すごい、5枚ぐらい買ったもん、あ、 ありがとうございます、売ってるんですね、売ってるみたいですよ、バンハウスに行けば、バンハウスに行ってます、六本木の行きましょう、そう、今もうグッズに展開に相当力入れてます、あ、そうなんですね、そうです、なんかいろんな、まあ、バッグが出たり、まあ、T シャツ、パーカーとかもいっぱいあるんですけど、バッグいいですよね、だって今エコ、あ、そういう、そっちのね、 ありますトートバッグみたいなのもありますし、で、最近はこのコロナの休み中にやっぱ店も営業できなかったんで、うん、ライブもできないしってことで、はいはいはい、と先月の10月の後半くらいから、うんうんうん、金土だけ営業し始めたんですけど、でもお客さんの数ってやっぱ減らされて、うん、それで電話してきてくれたの、そうです、ーオープンしましたよ、再開しましたよ、私が突然行っちゃうからストレスがねこう、うわーって、でもなんかもうやっぱ毎回100人とか200人とか入るとこでもそんなに入れられないじゃないですか今、うん、だから頑張ってグッズをちょっといっぱい作ったの、あ、そういうことです、あれね、ま、今ちょっと場所移っちゃったんですけど、うん、前のお店の時はすごい有名なガイタレさんが来てたんですよ、誰だっけ、あの、まあ、日本でも海外でもね、すごい、メタリカとか、そうなんですか、ミスタリックとか、だからその人の前で演奏するってすごいですよね、相当緊張、うん、するんじゃないかなって思ってたんですけど、そうありますよ、でもね、例えばメタリカだとか、うんうんうん、まあ、その時僕ちょっといなかったんですけど、なんかメガデスの人が来ましたとかって時にその人の前でその人の曲を演奏したり、本人の前でやっちゃうみたいな、ちょっとドキドキ、それはそうですよね、でもまあ、あー、やっぱトップのミュージシャンって心が優しいというか、うん、あの、なんていうんですかね、いいとこしか 見ないみたいなとこはありますから、みんなやっぱ優しく接してくれる、あ、そうなんですね、いやー、素晴らしい、それは緊張する、その時に畑さんとかも知り合ってるんですよね、なるほどね、そうなんですよね、これ順番間違えちゃったな私、うん、バウハウスのね、はい、宣伝していいですか、はい、いいです、そうですね、場所が変わったんですよね、うん、ちょっと変わって、そう、バウハウス六本木、六本木のね、どこだっけな、あれ画像がさっき あったんで、まあ、後ほどね、じゃあ後ほど出ましょうか、後々、はい、はい、それで私後出るかな、出してくれるのかな、出す、あ、わあ、すごいすごい、これ、ね、移転して今ここにあります、ね、そうなんですよ、私はこっちのが分かりやすいんですけどね、そうです、入り口に昔のバーハウス、まあ、これ移転したんですけど、はい、その前には普通のなんかビルの中にあったんですけど、今これビルの1階、地下1階にあるんですが、このエントランスにオブジェを作るっていう計画があって、うんうんうん、一回見積もり出したら相当高かったんです。そうなんですね。あの巨大なオブジェ、1m50cmとかそんぐらいのオブジェを注文しようとしたら高くて、それをなんかこう鉄とかブリキとかで作ったこう
ちょっとなんか近未来的なマシンみたいなやつを作りたくて注文しようとしたらめちゃめちゃ高かったから自分たちで作ったんですよ。あ、もうできてるんですね。もうできてます。私見た、見てますよ。あれやっぱり酔っ払ってんないつもの通り酔っ払ってんだな。ぜひぜひもうバーに行った際にはそれもあ、これがともひろ作ったんだ。あ、そうなんだ。僕とまだ他のスタッフ、あ、そうですか。手作りの店内の防音工事もコロナの間にみんな店閉まって、やっぱライブハウスいっぱい潰れたんですよ。そうですよね。でうちも休業したんです。店内の画像も出ますかね。出ますか。店内の画像、店内の画像出るかな、出るかな。無茶振り、あー、これこれ、あれマークでしょ。あ、マークじゃなかったね。デイブだ、デイブだ、間違えた。よく言うし名前。いや、この人すごいね。ね、ディープパープル出すとすごいんだよ。クイーン、ディープパープル、レッドツェペリなんて、うん、すごいの。70年から2000年代ぐらいの音楽を全部、わあ、すごいですよ。ロック専門店、洋楽ロック専門店で、名前がデイブ。マークじゃどこの誰マークさん、被ってそうで被ってないもんね。ちゃんともう体型見て覚えてください。わかりました、デイブ。わかりました。そうですね。でね、このここのバンドのいいところは自分でリクエストできるの。そうですね、うん、でやってくれるの。ガンガンしそうですもんね、ママね。しますよ、いつも。ちゃんと1000円こう挟んで挟まなくてもいいんですよ。あ、そうですか。こっちの力で。嬉しいだけで。俺らが嬉しいだけで。すぐやります。すぐやります。なんかね、こう結構ね、その選べるんですけどね、そのメニューがあってね。そうですね。うん、でも結構無茶振りする人もいて、対応できたらやってくれるの。あ、素晴らしい。サービスがすごいですね。そうなの、そうなの。手厚いサービスですよ。ですよね。そう。で、あの、なんていうのかな、お客さんも。できるの、飛び入りとかも、飛び入り参加、はい、あら楽しい。で、すごい人がいるんだよね。あのね、サラリーマンみたいな格好してる人がいきなりディープパープルのバンあるじゃん、あれでスタスタスタって出てて ギター弾けるの。アリナチかっこいいですよね。あの人有名な人、あの界隈では有名です。だってスーツだよ。ネクタイとかこうやってますよね。やってないやってない。いや、びっくりしてない。昭和今もう平成飛び越えて令和ですからね。昭和がいいな。昭和よかったな。私たちはね、私たち昭和です。まあ、そういう感じなんですよね。バーハウス行ってみてください。ぜひぜひ。私たちも行きますけど。いつ行きますか。行きたいですね。ちょっとこの休み中になんか。そうだよね。もうちょっと引っ越しが伸びそうなんで行きますよ。本当は先週ね、ママ来てくれるよ。そうですよね。ちょっと掃除の仕事が今日すごかったですよ、あの移動の車の中で。ずっと文句言ってたんだよね、はい、ストレスの。そう、じゃあもうぜひ発散しに。そう、6人でやるとこ3人で やったの。なんで、いや、おかしいでしょ。終わるわけないと。この話長いんですよ。長いやめましょう、これ、ね、じゃあまだ後で聞きましょう。帰りの車で。まだ言うの。2回ぐらい聞くんだ。そうなんですよ。でもいろいろそのバンドとかもね、たりして、ね、クラウドナンバーナインは活動してる？今ちょっと休止中なんですけど。ああ、そうなんですか。ガクちゃんに会いたい。ボーカルのガク。ボーカルのガク。どんな子っていうのが多分気になってると思うんで、VTR。VTR すごいかっこいいよ。私のガクちゃん。私のガク。私のかどうかわかんない。ちょっとでも映像が前のやつ。そうですね、10年近いんじゃないですかね。あ、けんちゃんだ。これがくちゃん。私のがくちゃん。私のがくちゃんです。あ、マリンルージュも来てくれた。あ、そうなんですか。で、演奏してくれた。待っているのか、どんな今日を過ごせばいいか。ライブハウス千葉に来た時に汗だくになりそうじゃない。私一人の時も当たり前だよ。一社中になりそう。目立ちますよ、一人。そうです。
酔っ払うんですけど、長いですよね。酔ってからが長い。すごい大変なことがあったの。奪い合えば誰かが泣いて潰れちゃったの。私運んだんだよ。かっこいい。ご迷惑おかけしました。私の車に乗せて、普通だったらそのままホテル行っちゃうよ。ね、襲っちゃうよね。いや、わかんない。やったことないから。ちゃんとね、芝居でもなって2時間後に。そう、一回さっきの畑パンダの時すごい短くなって、あ、そうなんですね。そうでもないかな、あの後ぐらいにちょっと短く切ったりしてて、なんかちょっと伸ばしては切って伸ばしては切って、うん、またコロナで美容院も行けなかったじゃないですか、はいはい、その時に一回切ったのにだんだん伸びてきて、うん、もう半年間ライブしてなかったんで、うん、ずっと家でなんか短いとやっぱちょいちょい手入れしないとなんかおかしいので、そうですよね。だからもうついついロン毛になっちゃう、ね、バンドマンはやっぱりロン毛でいてほしい。私そのイメージ。そうですよね。昭和やっぱり昭和だな。デイブみたいな。昭和いいな。あの人いいな。こんな長いからなんかでこうやってやるでしょ。そう、あれ彼もすごくて、あの1日バファスで4回とかステージあるんですけど、そう、まあ、1回ごとに T シャツ取り替えてるんですけど、まあお疲れデイブ、背中パーンってやったら大体濡れてますから、ね、だってさ、ね、あのなんていうの、シャウトっていうの、はい、すごいのよ。うわーって やるのね。あれ4回もできないよね。普通声ガラガラになっちゃうと思うよ。ボーカルは本当体が楽器みたいなもんなんで、やっぱもう常にベストを保ってるっていうのはまあ大変でしょうね。ガクちゃんってのぞちんこ見えるもん。口でかいから、ね、歌ってる時あの 見えた見えたって一番前にいるから。ちんこ。あ、言っちゃった。私も今思っただって言っていい方の、見ていい方の、言っていい方のですよね。そうですよ、かわいらしい感じですよ。そうですね。ね、バーハウス行きましょう。じゃあ行きましょう、はい。ね、ハードロックカフェは行ったことある？ないでしょ。ないでしょ。でしょ。でしょ。ハードロックカフェかけだって。いろいろいろんなとこにあるけどね。そうね、前はあの近くだった。そうですね、前は六本木のハードロックカフェのすぐ向く、はい、隣というか近くに、はい、ね、あったんですよ。あ、ドンキーホーテね。そうですね、あってね。はいはい。うん、よくあのハードロックカフェのお客さんとか、あそこでたまにガイタルのイベントとかやってたりするんですけど、あ、はい、それでみんなバウハウスに行っちゃうって感じ。それもありましたね。そうだよね。バウハウスから巨大なスポットライトをハードルカフェにこうやって向けて当ててこっちでライブやってる。まあ本当それこっちだよやべってだったら消してない。面白いですね。一回あのワンダイディレクションっているじゃないですか、はい、彼らがあの六本木にいるっていう噂が流れた時があって、その時にバウハウスの下にファンの人たちがうわーって集まっちゃって、あ、ここであろう、ここであろう、あ、なるほどね。何事かと思ってこう窓をガッて開けたら、キャーやべえ、違う、俺じゃねえ、俺違うわ、俺かもしれない。そうですよ。すげえ怖かった。へえ、そうなんだ。私たちね、前ね、マリンルージュってお店は、はい、千葉のルックっていう、はい、ライブハウスの上だったのね。ルックさんもすごいあの有名どころ来てたよ。あ、来てましたね、うん、その時はやっぱり周りにファンの人たちがすごいよ。横浜銀杯
はい、うん、なんか2階にねマネージャーさんが来て、あのすいません飲めますかって来たの。あ、大歓迎って言って、女の子何人いますかって、いや3人ですけどって言ったら、たまたまで、しかもこれ女の子見てて、私たちほらバツイチクラブだから、あ、バツイチじゃない、違いますよ、まなみちゃん違うけど、その頃いなかったから、バツイチクラブだったんですよ。まあいればね、いればね、いればね、あ、いれば横浜玄米の方々がね、来ない来ない私丁寧にご紹介しました、あの近くのキャバクラ、優しい、優しいでもせめて会いたかったな、ですよね、だって世代だもん、うん、ね、ご案内しますってついていけば本当ですよ、ね、こっちですよ、もう何も紹介とかしてない、こちらですもう入れたもん勝ちですからね、ガチャって飲ましたね、もう飲ましたね、しみちゃん、そうです、あの後ろ手でね後ろでね、ガチャって換気そうそうそう、怖いわシャンパンとか飲んじゃうんでしょ、そう勝手に聞かないよ、聞かない、いっぱいいただきますもん、そうです、でも前のお店はね入って裏口もあったからそれができないんですけど、今度新しいところは一つしかないから逃がさないってこと、逃がさない逃がさないって感じですよね、新しい店楽しみですね、楽しみです、あ、来てください、あ、ぜひぜひ、演奏でぜひぜひ、はい、ガプちゃんと一緒に、いいですね、お待ちしております、楽しいことで、あ、演奏してもらっていいですかね、そうですね、せっかくですので、せっかくですので、はい、ベースなんですけどね、そう、ベースのベース1本で何をしようかっていうと、やっぱりチョッパーでしょベースといえば、ね、楽しみに今日、うん、そうね、これは、はい、どうやってやるの、これは私たちもお手伝いができないから、なみちゃんもさっぱりでしょ、この機械系、機械系無理ですね、ねえ、ビーッとか言って、うん、楽器でも管楽器はできます、管楽器いいじゃないですか、はい、あ、何やってたの、ユーフォニウム何それ、UFO みたいな感じ、 UFO ってあのチューバのちっちゃいやつ、へえ。今でもやられてる、今無理です今ボーカルですから、うちの歌姫です、あ、無理です、無理です、プリプリとか歌わすと本当すごい、いいじゃないですか、昭和ですね今日のキーワード昭和これ今ちょっとベース1本で何ができるかなと思って、ちょっとベース1本で挑戦、これ今見づらいんですけど、新たな試み見えるかな、こんなやつ、これ何それ、これルーパーっていうか機材なんですけど、何する機材、これを例えばこう弾いてる、あーすごい、一人で、これに合わせてすごい、これサボりたい時に使うとかじゃないですね。これ全部弾いてくれる。わあ、すごい。これやってくれる。すごい。これってすごい。素晴らしい。ほら一人で、これ友達がいないからやってるわけじゃないですよ。すごい。タカコルーパー欲しいな。使うんですか、いらっしゃいませ何回もですか、いらっしゃいませ、いらっしゃいませいらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませもういいわみたいな、誰もいないじゃないかそんなに来てないよねこういうのを使って、まあ一人でもなんか遊べるかなと思ったんですけど、これ高くないんですよ、え、ショッピングチャンネルみたいになってますけど本当ですか言っちゃっていいの、こんなでも多分ピンキリなんですけど、今日持ってきたやつはすごい小型のやつで、うんうんうん、まあ、6,000〜7,000円ぐらい、6,000〜7,000円ぐらいの、買おうとしてます、高くないでもいいのだったら本当自分の声を100個ぐらい入れて、そうですか、いらっしゃいませもう言えるあ、いいですか、ありがとうございました、言わなくても、でもその代わり
無表情でずっと押してるだけがつまんないおかわりください、おかわりください、おかわりそれは欲しいね言いにくいんです、私おかわりくださいとか、ね、それはその時に欲しい、ね、いっぱいいただいてもよろしいですか、バチッ、バチッ、バチッ、いいですね、ぜひぜひ、各テーブルにね商売系が強すぎてすいません、ちょっともうちょっと飲めば治ると思うんですよねなみちゃんね、そうですか、飲んでください、ありがとうございます、でもね、バンドで、あのベースが抜けるじゃない、だから間の抜けたような感じになるのよね、あよく、だから重大だと思うの、そう抜けないのにベースの人はね、すごいと思いますよ、いっぱいなんか、やっぱベース始めた時から、そうですね13歳でしょ、そうですね、その時代からずっとバンドやり始めて、今39なんで、そんなになった？そんなになりました。見えないから ね、お若いですよね。お二人とも。ありがとうございます。お二人ともとても30ちょっと名所行ってこい。営業トークでしょ。決まってんじゃん。ですよね。調子乗っちゃいけませんよね。なんかもうそれぐらいからずっとやってると、すごい、やっぱ最初迷ったりもやっぱいっぱいあったんですけど、あのベースっていうパートどうやってなんか。やらなきゃいけないことを決まこれはやってくださいみたいなことがやっぱ決まりがあって、それをやってたらあれこれ以上広がらないんじゃないかなと思いながら、もうこの年になってきて歴も長くなってくると、なんかむしろ一番自由な楽器なんじゃないかなって思うことが増えてきました。そうなんだ。ベースは特にまあ今口で言ってもなかなか分かりにくいかもしれないですけど、まあバーハーツのライブぜひ見てもらったら、そうですよね、あんなに自由にやっていい楽器なんだっていう、うん、でもかっこいいのですね、もっとかっこいい、行ったらもっとかっこいいと思いますね、基本見なきゃ、ライブバンドなんで、はい、立つとねノリがかっこいいの、しょっちゅう血出してますけどなんで血出すの、なんかわかんないんですけどベースとか振り回したり結構するんですけど、バーって上に投げてキャッチ失敗して顔面に直撃して痛いで顔半分血だらけそれで引いてる、でもわかん自分本人はわかんないですよ、アドレナリン出てて痛みもわかんないけど、すごい汗が出るなと思って拭ったらこう全部血で真っ赤に、でもステージは続くんで、あの紐で頭縛って止血しながら目腫れたからあのサングラスの濃いやつかけてステージで演奏させられてたんですけど、いやでもでも病院、まあステージ中はさすがに抜けるわけにいかないから、一斤ぐらいの怪我ですか、じゃあ、いや多分ね抜けたくないぐらいなんでしょ、もうずっと燃えちゃってた、結構すごかったですね当時は、今はさすがにちょっと年齢も年齢なんで少しおとなしくなってきたかもしれないですけど、めちゃしないぐらい、当時あの食中毒になったこと時があってでベース弾いてたらベースアンプから低音がドーンって出るたびにお腹がギュッとなるべくパワーのあるベースでロックだからガーンって弾きたいけど弾けば弾くほど自分の身が危ないそういう時内股になっちゃう、いやもうなんかこう直立でなるべく動かないようにして弾いてごまかして弾いて終わった瞬間にダッシュする力入るとこ違ってきますよね、もうね体のね、意識朦朧でもなんかこうステージは続くんで、そうだね、抜けれないもんね、ちょっとね、で倒れてるとインターバル中にドラマーが寄ってきてそろそろステージってこれ首根っこ使われてステージに立たされてベースかけられてワンツースリーもう一回やんなきゃいけないですもんね、その瞬間食中毒って知らないんで、はい、分かってないんで、ただ単純にお腹が痛いだけだと思ってるから、へえ、何食べてなったの、あの鳥刺しやっちゃいました、ちょっと生だったやっちゃいました、あ美味しいですけどね、5人で行って俺だけ食中毒なんで俺だけなんだよ、体調悪かったのそうそうそう聞きやすいんですよそういうの俺なんかよくそういうの多くて引きやすいお弁当買ったら俺のフライだけ発泡スチロール入ってたいやーそれはすごいな、よくあるんです本当に、なんか食中毒ではないんですけどちょっとプチ情報で自分の中、うん、あの
クックパッドに畑さんお料理番組をいっぱいそうなの。クックパッド大人気ですよ。そうすごいね。今でもいろんなことは YouTube で、ね、料理好きだからね。そう、だからなんか一人暮らしの男性にはすごく人気だって、はい、素晴らしいです俺も真似で作りましたけどめちゃめちゃうまいですよ。あ、やそうなんですか。あ、やろう。じゃあ料理自分やってください。畑さん YouTube チャンネル今やってますから。あ、じゃあぜひ。あ、いいね、ラボぜひぜひぜひ。できるんですか。通じて通じて私結構いいのありました。トンペン焼きのアレンジがめちゃめちゃうまいです。美味しいんですか。めちゃめちゃうまい。やりますやります。すごいね。すごい美味しそうだった。ハライチのおかげでうちはもう白だし文化に変わりましたから。いやいいですね。え、これからの活動は。これから、まあうん、まあコロナの状況によりけりなんですけど、うん、通常だと、まあ、来年からは畑バンドもやっぱやりたいなと思ってますけど、うん、今とりあえず当面はバウハウスの営業、うん、頻度だけ、ね、予約でね、予約制とは言ってるんですけど、まあ当日券もあります。あら、だって広いもん。飛び込んできてください。はい、飛び込みで。あれ すごい広いもんね。はい、今広いです。聞きました。広い。スタンディングだと200ぐらいあります。ね、あ、そんな入るんだ。はい、ね、どうしよう。行きたい。どうしようって言って私たち朝までですからね。そうですよ。じゃあ朝からやりますか。やんねえか。そろそろ。そうですよね。もうおしまいなのかしら。かな。時計がないからね。3分前。ありますよこちら。どこ。あ、見てください。あるんです。あったんだね。ん、私も全然見えなくてね。軽く飲みに来た感じになる。そうです、そうです。いつもそんなこんな感じなの。楽しい番組ですね。いや、一応ね彼女が全部書いてるんです。本当に書いてきたんですか。見てもいいですか。はい、あ、全部書いてる。やめてください。本当に喋ったんですかこれ。全然喋ってなくて、なんかあっという間に。ひどい。1個目のやつが初めてクックパッド今に入った終了前に言うやつじゃない。すごい。じゃあ順番間違えたんですよね。どうやるかな。現在畑バンドとして日本のみならず海外でもやってますよ。そうなのよ。上海、北京。そう、私がいい加減だからね、きちっとしてるんだからちょうどいいの。バーハスバンドでもミコノストとか言いましたよ。あ、そうなんですか。ロンドンでも。へえ。海外で結構やってます。わー、これ1回じゃ終わらないので2回も3回も来てもらわないと、はいはい、そうですよ、はい、今度はいろんなやつ連れて、あのデイブ、デイブ連れてきます。マークすいません。じゃあ次はマークを連れてきます。マークって入れればいいんだよ。作っちゃって、作っちゃって、丁寧としてね。そう、いやデイブ君すごいもん。じゃあぜひ次もねえ、会いに行きましょう。会いに行きましょうね、はい、本気まで。で泊まらなきゃ無理なの。そうですね。だって朝まで飲み歩けば。朝まで始発。そうですそうです。うえって感じ。そうそう、それだとこう迷惑かけちゃうね。やっぱ泊まった方がいいですよね。泊まるか朝まで飲んで。そう。Go to キャンペーンで。そうですよね。ね、はい。そういうのがあるからね。Go to を何に使ってんだって。大丈夫、なみちゃん、なみちゃんアッシーがいるから、アッシー。いないよ。ちょっと。募集しておきましょう。はい、こちらお願いします。何これ、千葉中央区まで送っていただけたら。こちらまで六本木からね。そうです、アッシーと言いながらちゃんとガソリン代とかも交通費もね、そういうのちゃんとしてるもんね。素晴らしい、素晴らしい、それはもうそうですね、うん、そう、すごい、ね、すごいちゃんとしてる女性ですから。す、ね、私がちゃんとしてない。適当になっちゃうから、ね、いい加減にしなさいって言われた。ママいい加減にしなさいって怖いな。言ったことないよ。そうだっけ。私の妄想、妄想。ママ優しいから。たまに心の中で思ってる時もあるかもしれない。でんぐでんになっちゃうから私。秘密のノートに書かれてる。秘密のノートに書いてます。デスノートじゃないですか。今度お互いこうビデオに撮っとくねえ、ほんとに。じゃあ今度ガクちゃんにも、はい、ぜひ、あの、のどちんこが見えちゃう。ガクちゃん、ちんこ言うね。大丈夫、ね、いや、いろいろあるからさ。楽しい時間をありがとうございました。ありがとうございます。カメラ目線終わっちゃった。始まったかも。